ケイト・ベッキンセール、1973年7月26日タイは、イギリスの女優。ベッキンセールとも表記されることがある。ロンドンのフィンズベリーパークで生まれる。父は、俳優のリチャード・ベッキンセール。母は、女優のジュディ・ロエ。イボアネのサマンサ・ベッキンセールも女優である。父方の祖,祖父は、ミャンマー人であり、子供の頃は、東洋人のようだと言われていた。 思春期は極度の虚食症や喫煙癖などがあり、あまり平穏とは言えなかった。青年劇団参加がきっかけで、TV ドラマに出演し、女優を志望することを決めていたが、視野を広げるため、オックスフォード大学で、ロシア文学とフランス文学を学ぶ。ダイハード4.0のプレミアにて1991年に、テレビドラマ、風に向かってでデビューする。 大学在学中に、ケネス・ブラナー監督、主演の、カラ騒ぎのオーディションに受かり、映画デビューした。1994年に、役者業に専念するため、オックスフォード大学を中退した。1995年の TV ドラマ、ゴールド・コイン・フォート・ファームに出演、当時よりその美貌が注目を集める。 女優としての本格的な映画出演は、フランシス・フォード・コッポラ制作葬式の1995年、月下の恋で、エイダン・クインの相手役を務め、高い評価を得た。1996年、エマや、シューティング・フィッシュを経て、2000年アメリカ映画にも、進出する。2000年公開の、ブロークダウン・パレス、金色の嘘では、 ユマサーマンと共演するなど、アメリカ映画に初出演する。2001年公開の、パールハーバーで、トップスターの仲間入りを果たす。一行、バンヘルシング、アビエーター、アンダーワールドシリーズ等のヒット作に出演している。世界中の美男美女が集まるとも言われる、ハリウッド映画界において、デビュー時から、イギリス系とアジア系の血が混じった美貌は、米、ピープル氏から、 絶世の美女、ポスト、イングリッド・バーグマンとも呼ばれ、注目を集め続けてきた。端正な容姿と、細身ながら引き締まった旧頭身のプロポーションで、女性人気も高く、ハリウッド・ビューティーナンバーワンとの呼び声も高い。また、2002年に、ヒーロー・マガジン誌で、イングランドのナンバー1美女に、2009年の、XY 氏で、最もセクシーな女性に選ばれている。しかし、 常に作品よりも自分の容姿が注目されてしまうことはあまり心よく思っていないとインタビュー記事で語っている。幼い頃から読書が好きで16歳でイギリスの有名書店主催の若手作家のコンテストで2年連続優勝したことがある。過去にはイギリス人俳優のマイケルシーンと長く交際しており1999年1月31日に 少女を出産した。しかし2003年公開のアンダーワールドで共演してから数ヶ月後に彼と別れる。ほどなく同映画を監督していたレン・ワイズマンと2003年6月に婚約2004年5月9日に挙式した。しかし2016年に離婚を申請したと報じられた。ワイズマンの監督作ではトータルリコールに出演。 初の悪役で新境地を開いた。現在は、アメリカ在住。ビクトリア・ベッカムと仲が良い。ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェイレノ。インタビュー・ウィズ・ジェイレナンバー2008年3月17日閲覧。A.B. ジャニー・ローレンス・フェイシング・アップ・ツーザ・パスト。ザ・インディペンデント・ httpww.independent.co.uk オピニオン。 フェーシングアップツーザパスト万五千百九十五 h t m l 二千十一年十月五日閲覧。ビストインザビューティー。theage.com。テレグラフマガジン二千六年七月五日閲覧。AB ケイトベッキンセールバイオグラフィー。ティスカリ2007年十月十五日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月15日閲覧。キネマ旬報2008年12月上旬号。スクリーン2010年9月号。キネマ旬報2008年12月下旬。ゴーハットロブドリスコール。ハッピーディスカバリーズイントリーグケート。ザウエスタン。 メール、http コロンスラッシュスラッシュ w w w t h e f r e e l y b r a r y c o m スラッシュハッピーディスカバリーズイントリーグ、ケイトパーセント3バイト、フィルムパーセント 3a ベッキンセールプリーズドウィズ、パール、a0809993242011 年10月6日、閲覧。ベッキンセールプラウド、ワイズマンシーンゲットアロング。 コンタクトミュージック、2011年10月6日閲覧。ベッキンセールマリーズイン、US セレモニー。BBC、http コロンスラッシュスラッシュニュース .bbc.co.uk スラッシュにスラッシュハイスラッシュエンターテインメントスラッシュ 3702833.stm 2011年10月6日閲覧。アンダーワールドワイズマン監督。 ケイトベッキンセールとの離婚を申請。映画ドットコム。2016年11月20日閲覧。アサイラム監禁病棟と顔のない患者たち。映画ドットコム。2016年11月6日閲覧。ありがとうございます。